った。裏切らなきゃよかった。待ってマジで棒の上作戦で多分打開できる、打開できる、頼む、多分棒の上で打開しよう。これで金庫いっ、やばい。いや全部来るやん、全部来るやん。パン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 、ミニだよ。一曲ずつを入れるならば、毎回一発ゲーしなきゃいけないと思います。地獄。早くスキップ。地獄って言うんじゃない。地獄って言ってんじゃない。積極的にやってるやつに向かって。ごめんなさい。いいんだよ。規定のボタンが。地獄だよ。地獄だよ。あるな。結構終わらせるか。地獄。はい、ナイス。ソンサメさん何したんですか、先生。はしご下で、はしご下でぼーっとしてましたね。ぼーっとしてたんですか。殺そうとしてた、殺そうとしてたというか、ちょっとしょぼすけさんに殺される気がしたから、なんか分かりやすい位置で殺されようかなと思って、したい場所を、あの自分の死に場所を探してました、今。いや、かっこいいな。めちゃくちゃ柿に見えましたけど、本当に。ああ、マジですか。釣りますか。お、よ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 、早く、早くスキップするんだよ。はい、了解です。成長したくないんだよ。お、寺蔵さんもいつまでも子供でいたいタイプか。バブ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 。いいね、バブ。お風呂に入れる。かわいい。キッチンかエンジン。オッケー。停電直さんや。ズズ、あら、ズズか。ズズ。貨物見切れ、ごめんなさい。停電買っちゃっちゃいました。あ、僕です、それ。私ですね、多分。あれ、マジ？あの右から、右から2番目ですよね。はい。はい。右3つ？右3つです。うん、実は一回払われましたね。あ、そういうことか。ゼロ番さんはどこで買っちゃった？チョコキの右。ゼロ番の右は砂鍋さんいた。僕もいました。はい。ズズは？ズズの目撃証言。なし。なし。あいつのボタン忘れよう。急に村でした。この村は。なんだって？ちょっとエンジン脇だった気がしないでもない。ふわっとしてる。エンジン。宿舎ではなかった、絶対。うん、エンジン脇だとしても左側には来てないです。あ、マジっすか、うん、あれ、そこは違うのかな、メイン。どっかで見たんだよな、僕の道中で。エンジン、メイン、シャワー、アーカイブ。じゃあ、まあ、何にせよそっちの方じゃないですか。右は、でも、なかったですよ。右結構塞いでます。はい。黄色、茶色。はい。黄色、茶色、赤が貨物脇で、シャワーで。じゃあ、いなかったのか。水色と合流、停電中合流。最後、エンジン左から右に来る夏目先生と会ってボタン。じゃあ急に村進行伸びます。うん、え、マジで見てないの？なんか今の全員のルートと停電の配置的にメイン、はい、エリキセキュリティキッチンって移動経路のうちに死んでそう。うん、まあ診察もありそうだけど、なんでかっていうと、うん、夏目キッチン、え、コミュニケーションエンジンメイン、シャワーとかまで行ってて、ズズ見てなくて、はい、リフト右にもいて、
右側に貨物とかにもいてミーティングも否定してるんだったらエリキ席キッチンあたりって考えるとメイン脇とか、うんうん、はいはいはい、なるほど。南マンどこ、うん、ん誰に聞いてる。南マンどこ、はい、コクピットです。最後カキさんはさんエンジンです。あ、すれ違ってる、すれ違ってますよね、うんうん。僕は結構ずっと夏目先生と一緒にいました。お、夏目先生から白出しできるかきさんは、まあ、夏目の方が先に行ってるので、まあ白、南さんの白かな。はいはい、あ、そうなんだ、2人とも白出るんだ。してね。長くね。砂亀さんやな。ああ、さすがにね。17秒前には先端が死んでいます。5秒以内夏目先生死んでる。僕最後バイタル見てから5秒以内、はい、夏目先生はアーカイブの近くに行ったはずです、カメラを見てた時に、うん、かなり前ですが、25秒以上前にアーカイブに夏目先生がいたのを確認してます。パンクも見た。寺戸さん、はい、アーカイブのダウンロードやってました、はい、ちなみにセンターは30秒前です、はい、うん、もうすごい前だもん。30秒前、うん、はい、そんなに前。ショボスケと僕が一番最初に多分バイトル見た人、うん、でショボスケがと僕が見た時は死んでなくて、タスク1個、うん、ゴミ箱のタスクをやってから戻ったらセンター死んでて、はい、そこからミーティング向かって、なので、うん、時系列的にはコミが治った後です。はい、そうですね、はい、砂ザメも確認しました、うん、それ砂ザメカキがあの診察に入るのは僕確認してる、はい、うん、であればコミが治った頃にセンターとコミュニケーションですれ違ってます。コクピットあたりに入ったかな。あ、マジ、はい、でってことは、ショボネロカキスナザメはその時に診察室を変わる変わる見てたんで、センターさん死んでる、センターさん死んでるっていうのが それぞれ4人その行動したんで、はいはいはい、マンクも見てるはずです。センターが上にコミュニケーションに行ったはず、はい、見てます。俺が倒してその後に来ました、うん、はい、見てる。南は、あ、南だ。初手宿舎空き金庫入って主金庫から出て今エレクトリカルの方まで来てるんですけど、コミュニケーションの時は金庫にいたと思います、はい、なのでめちゃめちゃ怪しい位置ではあると思います。その25秒前に夏目先生がアーカイブのダウンロードやってるカメラの時に、ラウンジの方に南さん流れていきました。はい、その後引き返してエレキなのかなと思います。わかんないです。逆に言うとセンターラウンジ、あれ、あ、センター3キルできない。それだとあれ時系列合ってるか。それパンクンテラゾーってどっから来た。2人一緒に来たように見えたけど、武器庫コミュニケーションの方からあのキッチン武器庫の間から合流してずっとそっちに行ってますね、はい、セキュリティでカメラを、15秒ぐらい見た後、はい、そっちに向かってます。もう入れないと。最後までカメラ見てます。役出た方がいいじゃないですか。分かんねえ、これマジで分かんねえ。いるのは南マンじゃないでも南マンかな、うん、役出ないんですか。マジか。いや、まあ、一応南はいるけどちょっとタン君テラゾを疑ってしまってる、ごめんなさい。あ、テラゾシェリフです、一応言っておきます。お、これは助かる、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 助かる。ミニでも分かるんですか。え、ミニシェリフです。あ、シェリフじゃねえや、ごめん、シェリフじゃないや、何言ってんだ俺。あ、テラゾさんじゃん、これテラゾさんじゃん。あ、やべ、これは良くないですよ。ごめんなさい、テラゾさんじゃん。勘違いです、ね、黄色か、うん、文字が黄色かったからシェリフですって言っちゃいましたが、僕見に。あ、そういうことね。なるほど、なるほど。なのか、まあ、ショモスケさんがじゃあシェリフですと。え、文字が黄色かったから
まあいいですこれ。しょもすけさんがセリフです。寺尾さんが勘違いをしたという事象を勘違いのセリフです。はい、そうでした。でそれをあとは疑うか疑わないかの多分議論になると思うんですよね。はい、あのインポスターだったら今のは危ないっていうか、もう先に言うべきじゃないですか、うん、一番最後に言ってもしょうがなくないですか、あの状況で、うん、自分で間違えといてうーん、はい、まあでセリフは特に、でまあしょもすけさん死んでなると、ちなみに僕もすぐにかぶせましたからね、言っとくけど、もう照らされてない。位置的にしょもすけはどっちも関わりなさそうじゃない、うん、俺隠し録くらいで置いてもいいと思っていて、時点でそのダメさんだね、はい、俺の中で、はい、で寺澤パン君はどっちかにはいるんじゃないかなぐらいの感じ、人外で、うん、いや僕はパン君疑ってないですね、はい、その先端そっ切る？うん、いや大丈夫です。あ、ごめんなさい。じゃあ自分ちょっとセンターさんのキルの方を追っちゃって、はいはい、でセンターさんのキルの時に処方書き砂ザメネロが診察にいたんで、うんうん、で南さんが死んでる以上、他に、まあ、まあ仮に南さんが来るだったとしたらもうテラゾーパンクなんですよ、砂ザメ目線でセンターさんキルが、はい、でテラゾーパンクがお互い白いみたいな感じのことが昨日議論だったんで、はい、あ、これな風さんがセンターさんやったかニールライン繋いでるかテラゾーパンクのラインかっていう、はいはいはい、疑っちゃいましたっていうのが昨日の砂止め理論です、うん、理屈です。パン君って俺がカメラ離れた後何してた？ずっとカメラ見てて、貨物で砂ザメさんとテラゾーさんが一緒になったのも、そうだよね、カメラ光ってたもんね、はい、うん、アーカイブが最後ですよね、それ確か、うん、最後よりちょっと前ですね、貨物ですね、アーカイブのやつは見れてなくて、貨物でテラゾーさんが横移動して、テラゾーさんが縦移動。じゃあ、テラゾーさん、これだけ聞きたいです。テラゾーさんはパン君はセンターさんキルできます？位置的に。できない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 。了解です。はい。どうすんの？ちょっとごめんなさい。カメラ見てたんならできない。ごめんなさい。私、ちょっとテラゾーさんに入れちゃいます。6人。メイヤーテラゾーさんの方が白そうではあるけど、俺的に。正直、セリフ乗っ取りだと思っちゃってました。まあ。セリフ乗っ取るかっていう思いはあるけどね、普通に勘違いしただけやと思うけど。ごめんなさい、これ、うん、非常に説明しづらいんですが、僕が停電になったタイミング、エレキ、診察からエレキに入ったんですね、うん、で、はい、2番から3番に行こうとしたら目の前でしょぼすけが倒れて通報した。あ、だから撃たれたんだと思うんです。ちょっと周りに誰かいたかが分かんなかった、確証ないです。あ、ネロちゃんが撃たれたっていう状況、うん、だから1番から1、2、3、違うな、1、2、3、4、7を見て通報して、はい、一応そうだから、インポスターがもしやってたとしたらセキュリティか、右奥のクイーンのとこまで行けるところはある。ただ診察側には絶対抜けれないと思います、僕がいるので。要はネロちゃんがしょぼすけさんの誤爆ってことですよね、ネロちゃんの主張は。いやでもなんか俺撃つ理由あります？彼が、うん、なさそう。俺なら撃たれてもしょうがないと思ったけど、確かに、はいはい、うん、うん、打つならそこの2人かなと思ってたんで。でも目の前で倒れたんですよね。だったら倒れたと思います。はい、ただ、いや、ごめんなさい、倒れた瞬間が停電中だったので、あんま自信ないんですよ、僕が。はいはいはい。死体が立ってたとかも言えないです、だから正直。今、停電。ちゃんと認識したっけ？今って停電してましたっけ？停電は治ったと思った。治しました。治しました。はい。テラゾーが貨物で直してます。砂ザメさんと多分シャワールームあたりで、うん、分かれて、砂ザメさんが右に行ってないのかな、左に行ったのかな。はい。シャワー室だっけな、最終位置。どこだっけ。いや、砂ザメさんどっちに行った？シャワーから上がっていくのまでは見て、追っかけたけど見つけられなかった。あ、昇降機の右のなんかタスクやってた気がする。最終位置どこだっけな、やべ、ど忘れし。多分アーカイブ、最終位置。はい。はい、一旦ちょっと俺のことは確証で置かないでほしいです、インポスターのキルを、はいはいはい、懸念して、はいはいはい、うん、パン君どこ？え、僕貨物です、診察でネロちゃんとすれ違ってます。うん、なるほど。あ、俺は見てないけど、
そうなんだろうな、一郎は連れてるんだろうけど。赤松の金庫助ける。はい、いやスキップでいいのかな。これでいいかな。あ、ちなみにごめん、寺田さん、もう一個質問なんだけど、夏目先生のキルとかってパン君さんは難しそう？はい、難しそう。ずっとだってモニター光ってんの見てて、パン君が光らせてるんだろうなって思ってたから。がっつりラインあるな。むずいな。寺田さんちゃんとドア開けとるな。ボタンだった。おお、すげえ。ナイスボタンじゃないですか。やっぱね、俺砂鍋さんは隠しろでおきたいっす。うん。そう、砂鍋さん小見さんも直してたし。うん。俺的にはマジで心象が良すぎる。はいはい。ああ、まあタスクどうすかねっていう。終わりました。このボタンでした。終わりました。まあ砂鍋ももうあと少しで終わります。なんか正直嘘つきまくってる。そう、なんか正直寺田さんとだ。なんかインポスターとマットルートが一人ずつ残ってんじゃねえのかなみたいにちょっと思っちゃって、パン君で追っかけるのはわかるんですけど、あの、そうなんだよね、パン君が隠しろな理由を言います。キッチンで沸きました、うん、さっきの、はい、あの死体が2人出た時 ね、はい、キッチンで沸いて結構序盤にコミュニケーションが なったと思うんですけど、僕はコミュニケーション速攻で直しました。でその時、はい、パン君とセンターがキッチンあたりにいたのを確認してました。でセンターとコミュニケーションですれ違って、キッチン武器庫の間でパン君と合流しました。パン君は僕についてきてセキュリティまで一緒に行ってモニターを一緒に見始めました。15秒ぐらい僕は見てて、アーカイブに夏目先生がいるのを確認したして即離れて診察に向かいました。診察を見たタイミングでセンターが死んでいたので、僕は貨物室ラウンジアーカイブと向かい、多分砂爪さんとどっかで会ったと思います。そうそう、並走した並走した、はい、で、はい、その時貨物室のカメラが光ってるの見えたんで、まだパン君見てんのかなって思いました。だからパン君そのカメラ光った、見た見た見た、はい、見た見た。タスクってどれぐらいで終わりますか？俺あと3つですね。あと2個終わりました。30秒で終わります。これって1キロ落ちてますか？落ちてると思います。一度落ちてるんだったら一つすごい大事な情報を持ってます。はいはい、さようなら。ネロちゃんがミーティングで噛んでました。はセキュリティで僕は見てます。バイバイネロちゃん。書きだ書きしようってことですか？何を夏目先生を噛んでました。いやいやいや、これはこのタイミングでこのタイミングタスクでいいと正直思う。はい、じゃあタスクでいいや。まあじゃあちょっとネロちゃんを怪しめにちょっとだけ見とくぐらいで。マジか、俺怪しい要素あったか。出し方間違えました。タスク頑張ってください。パンクの間違え、あのついてきたのはそういう理由だなっていうのを確認わかります。パンクや、ネロちゃんじゃん、怖っ。はい、まあまあなんかネロちゃんが、まあまあ、ネロちゃんがパン君殺しそうだったんで。そうだね、まあまあパン君は裏切り者としての粛清をネロちゃんに受けるのか否かが、まあ多分この場面の感じ。今逃げました。タスク1個残せ、タスク1個。一応パン君の証言を補足する。タスク勝利でいいから。じゃあ分かった。あのじゃあスキップするんで、スキップするんで、じゃあネロちゃんはパン君殺してください。じゃあそっち、待って待って、タスク頑張ってみましょうよ。ちょっとこれ一応あのパン君の証言を補足すると、はい、あの、はいはいはい、結構序盤からパン君は僕についてくる場面が多くて、はいはいはい、こいつタスクしてんのかなって思う場面が多々ありました。なるほど。はい、
まあまあでも早くなんとなく今のはまあ5人が早くなんとなく分かりました。使用します。インポスターです。パン君殺します。分かりました。じゃあ最待って、これ3人切る。じゃあ、僕らでタスク終わる前に、俺通報するから、絶対俺通報するから、まあ、タスク1残すのって、ちょっと無駄にあります、それ。ちょっと。いや、パン君利、パン君利を残してるから、ね、1秒。まあ、確かに。ちょっと待って、待って。第4チームを許して。僕、シャワールームの覚え芸があるんですけど、ちょっとなんか覚えてないような気がする。そうそうそう。なんか、コロッセオで、なんか、でなんか人が殺し合うのをこう応援する貴族みたいな感じで、ちょっと、こう、なんていう感じの。パン君、どこでこれね、許しちゃいかんよ、これ。大丈夫。俺にアドミンあるから。ツールのテーブルから。やめて。頑張れ。頑張れ。頑張れ。高みの見物が。裏切らなきゃよかった。待って、マジで。おそわきしよう。とりあえずおそわき。おそわきの、あえての宿舎前。よし、勝ったな、これ。で、ここに立とう。ここなら、ワンチャンどっちにも属さない。ここ、これ強いと思う。この、棒の上。棒の上作戦で、多分、打開できる。打開できる。頼む。多分、棒の上で打開しよう。これで金庫いっ、やばい。もう、最悪や。ありがとうございます。クルーの皆様。クルーの皆様、ご協力いただきありがとうございました。見つかってんだね。僕は裏切られたので、僕の仕事を果たしたっていう。ご協力いただきありがとうございました。いやー、すごいなー。すごい、すごい絵を見てしまったなー。残ってたのは誰だったの、結局。砂ザメがちょっと最後に、チェックボタンがちょっと押せなかったですね。指が疲れちゃって。ごめん、許すわけねえだろうが。裏切ったからね。なるほど、そういうことか。俺が普通に。いやー、ドラマ丸な牡蠣は。ズズさんとかのおむつ狩りが。いや、マジで、アホ、シェリフ CEO アホだった、ごめんなさい。何してんの、俺。あれでちょっとだいぶもう、ミニだから絶対にクルーかインポスターしかないやんと思って。バカすぎでしょ。やべえ。なんか特殊役職持ってたなっていう気分でいたんですよ。ミニ、ミニを。メイヤーじゃないんだよなって思ってたから。シェリフ CEO ですって言っちゃった。かわいい。アホすぎる。マン君は何も言わなければ勝ったのに。いや最後裏切りエンドをちょっと見たくなっちゃいました、ね、そうだね、うん、いや、うん、いいと思うよ。カメラで裏切ったことによって、うん、裏切ったことによって残り4人が寝返るっていう不思議な構成ができちゃった。裏切ったら裏切られ た, たもん、ね、うん、4インポスター1カキでしたよ。最終盤面は4インポスター1カキ。インポスター